付き合ってくれない？は？時が一瞬止まった感じがする。というか、したのである。まあ待て、とりあえずは情報整理から始めようじゃないか。まず、僕は、バカなことを言ってる場合じゃないんだよ。まあでも、もしかしたら僕自身が生まれ変わったのかもしれませんし。白影博、高校2年生。特徴を言うのであれば陰キャ。変わってないのかよ。変わってないのかよ。大事なことなんでね。2回言ってみました。さて、これで僕の方が壊れたわけでないのが分かった。じゃあ、レミリアさんが？レミリアさんって言えば、容姿端麗、テストは常にいい、誰にでも優しい、いや絶対おかしい。こんな人が僕に絡んでくるはずなんて絶対ない。ましてや付き合ってなんて。あの、大丈夫？白影くん。あ、はい、だ大丈夫です。はい。本当に大丈夫？大丈夫です。いつものことなので。そうなのね。それならよかったわ。で、何の用事でしたっけ？一縷の望みにかけてもい。付き合ってほしいってお願いに来たのよ。いや、はダメかー。付き合うっていうのは？何を言ってるのよ。カップルになるってことよ。ああ、なるほど。何がどうしてこうなった？レミリアさんが僕のことを好きになったとか、絶対ありえないんだよな。え、じゃあ何？罰ゲームとか？失礼なことをお聞きしてもいいでしょうか。どうしたの？その、罰ゲームとかですか？え？いやだからその、罰ゲームでイヤイヤさせられてるのかなって思いまして。なんでそうなるのかしら？そりゃ、レミリアさんが僕に声をかけに来ることさえ異常事態ですから。そうなの？ええ、そりゃ当然ですよ。実際ありえないことすぎるのだ。確か、この前はサッカー部のキャプテンとかを振っていたはず。でも、私はあなたがいいと思ったんだけど。ダメなのかしら？いや別にそういうわけでは。というか僕には不釣り合いすぎて困っているぐらいだし。すると突然、レミリアさんは真面目な顔になって考え始めた。え、何？僕殺される？恥ずかしめを受けたからとか言ってボコボコにされる？何か失礼なこと考えてない？いやいや、そんなまさかですよ。脳内まで読めるというのか、この人、やばすぎる。ここまで来たら何ができないんだ？白影くん、君に聞きたいことがあるわ。あ、はい、何でしょうか。君は、私が付き合ってと言ったら付き合ってくれるかしら？え、いや、どうでしょうか。正直わからないです。そうよねー。じゃあ、私のお願いを聞いてもらう代わりならどうかしら？お願い、ですか。そう、実は、一個困っていることがあるのよ。それは、何ですか？レミリアさんですら困ることってなんだろう。何も思いつかないんだけど。実はね、悪い虫が私にいっぱいついてきて困ってるのよ。へ？悪い虫とはなかなかの言い方だが、多分。男が寄ってくるという解釈で大丈夫ですか？正解よ。ちょっと前もサッカー部の人が来てね。大変だったのよ。なるほど。で、それがこの話とどう関わってくるんですか？とりあえず最後まで聞いてちょうだい。いろいろ対策はしてきたのよ。でも、案の定というべきか全然効果がなくてね。だから、いっそ告白でもして本当の彼氏でも作れば。って思ったわけよ。なんでそうなるんだ？いやわからないわけじゃないけど。それならなぜ僕に？と思う。というか、じゃあ、あれは本当に告白だったんですか？そうよ。本当に告白よ。なるほど。頭がこんがらがっておりますね。要するに、男よけとして僕を使いたい。なるほど。まあ、別にそれはいい。いや全然良くはないんだけど。てか、本当にレミリアさん、僕のことが好きなわけ？で、どう？この話を聞いて、君は私の告白を受け入れてくれる？一つ、質問してもいいですか？いいわよ。レミリアさんは、僕のことが好きなんですか？突然どうしたのよ。そりゃもちろんす、好き。多分、誰よりも。ここまでド直球に言われると照れるんだけど。というか、本当にいいのか？僕なんかがレミリアさんと付き合ったりして。僕、あの人のファンに血祭りにあげられない？嫌だったら断ってくれても別にいいからね。あ、いや、そういうわけじゃなくて。好きとかド直球に言われてこんがらがってるんですよ。あ、そうなのね。ごめんね。整理する時間もあげれなくて。あ、いや、レミリアさんが謝ることなんてないですよ。というかどうする？これなんて答えを返せばいいんだ？断る理由なんて、正直ない。というか、この状況下で断る男子なんてそうそういないと思う。もしもの話なんですけど、いいです？どうぞ。レミリアさんと僕が恋人になったとして、多分それバレたら僕血祭りになるじゃないですか。どうします？要するに、そこで悩んでいるという解釈でいいのかしら？そうですね。やっぱり、自分なんかがって思うところあるんで。そうねー。確かに、バレたらヤバいでしょうね。一部ではファンクラブみたいなのもできてるらしいですし。さすが有名人。すげーなー。じゃあどうするかなんだけど。あ、こういうのはどう？友達未満恋人以上。それは成り立たなくないですか？友達以上恋人未満ならわかりますけど。まあ、そうなんだけどね。でも、
こう書いてみればいいんじゃないかしら。そういうと、ノートに記号式を書き始めた。これは、範囲の式ですか？そうね。そこには、友達以下恋人未満と書かれている。これが、何なんですか？多分、みんなこうとしか考えないじゃない。きっと君も私もそう。そうですね。だから、ちょっと考えてみたのよ。こうすればいいんじゃないかって。そういうと、新たな記号式を書き始めた。X は友達未満で、X は恋人以上？そう、数学とかでやったでしょ？やりましたけど。これをどうやって人間関係に落とし込むんですか？そういうと、デミリアさんはニヤッと笑う。簡単じゃない。その時々で、関係性を変えればいいのよ。例えば、学校では今まで通り過ごす。で、帰ってから家に入ったら恋人、とかね。ああ、なるほど。すごいなぁ、普通思いつくか？こんなこと。いや違うな。思いつかないんじゃなくて、ここまで割り切れる人がいないだけか。いろいろ大変なことはあると思うんだけどね。でも、君を納得させられる方法がこれくらいしかなさそうだなって思ったのよ。確かにそうですけど、よくここまで割り切って考えましたね。だって、白影くんと付き合いたかったし。でも、君はこういうの気にしがちだから。あ、やばい。破壊力が抜群すぎる。かわいすぎんか、この生命体。何笑ってるのよ。あ、いや、その、かわいいなって、思いまして。照れているのか下を向いてしまう。やっばいなぁ、かわいすぎる。で、その、私の気持ちは伝わった？はい。伝わりました。ならよかった。じゃあ、改めてなんだけど、私は、あなたのことが、好き、付き合って、ください。震える手をプルプルさせながら僕の方へ伸ばしてくる。僕はその手を握ると、言葉を返した。もちろんです。僕なんかでよければ、ですけど。あなただからいいに決まってるじゃない。そう言って、デミリアさんはニッと笑う。ねえ、それでなんだけど、ちょっとだけ、ルール決めない？ルール、ですか。そう、白影くんも私も危険にさらされないためのルール。いいですけど、ルールってどんなのですか？簡単なことよ。ほらさっき書いたじゃない、これ。デミリアさんが指さす先には、例の範囲の式が書いてあった。家とか、プライベートな時は恋人。それ以外の公共の場では知り合い。それでどうかしら？え、でも、それだと男よけにはなれませんよ、僕。確かにね。でも、大丈夫よ。というか、男よけにするなんて私は言ったかしら？あ、え、そういや言ってないですね。でも、話の流れ的にそういうことなのかなって思ったんですけど。間違ってはないわよ。でもよく考えてみてほしいんだけど、私が男子たちに囲まれて困ってるとか見たことあるかしら？いや、ないですね。でしょ？相手するのがめんどくさいのはそうなんだけど、別に対処ができないわけじゃないしね。それに、彼氏ができたって言って逃げることもできるようになるしね。確かに、そうやって逃げれるのはいいですね。まあでも、本当に困った時は助けてくれるかしら？もちろんですよ。だって、もう彼氏なんですから。少し食い気味に反応してしまう。多分こうでも言わなきゃ頼ってくれないだろうし。かっこいいこと言ってくれるじゃない。だって、デミリアさんが悲しんでるとことか見たくないですもん。そう、ありがとね。でも、そうは言ってもやっぱり学校で今まで通り過ごすってなると関わりとか増えませんけど、それでもいいんですか？そうなのよね。それも結構考えたのよ。でも、やっぱり付き合うなら君が良かったし、友達にも背中をされてね。それなら、ってことで今があるのよ。だからそこに関しては、本当にどうしようもない時だけ君のところに行こうかなって、そう思ってるわ。なるほど、そうだったんですね。じゃあ、困った時があったらいつでも頼ってくださいね。いや、困ってない時でもバレない程度なら来てくださいよ。話し相手とかにはなれると思いますから。そうね、そうさせてもらおうかしらね。優しいな。ほんと好き。何か言いました？一人言だから気にしないで。じゃあその、帰ったら電話とかしてくれる？もちろんです。だって、恋人、ですし。ふ、そうね。友達未満で、恋人以上。そんな僕らの不思議な関係は、今日ここから始まったのだった。